どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう、俺のサクサクセスシーズンネクス。視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストはハテナブロックさんからのリクエスト、漫画メジャーよりカイドウの一番打者、草野秀明選手を作っていきたいと思います。いきましょう。左投げ、左投げ左打ち、外野手、オープンスタンス7、セーブ、いきます。ミート、総力、以上、ゴー。あ、バカ、ミート片手やっちゃった。ゲームオーバー、数なしでいきます。もうしょうがない。ないものはもう、ねだらない。むやみに。最後。とりあえずこうだ。おい、よいしょ。とりあえず金縛りで、ぐるっと戻ってくる。おい。シビルカップ。はい、そして、ガンダー。肩強化、いいね。とりあえずね、まあ、外野として必要な方は、持っといた方がいいでしょう。偉人伝。お、いいね！選球眼、バント丸、これマジで本人でしょ。コメントであったな、そういえば。バントと選球眼あるよ、みたいな。グッジョブ、いいね。なかなかいい引きをした。特殊能力に関しては文句なしでしょ。とりあえず、どうしようかな。よいしょ。おい。あらかたちょっと、なんか、総力とかそういうの取っていきたいけど。流し打ち。なかなか面白い能力だね。弾道をどうやって上げるかっていうのが課題ですけど。8、素晴らしい。総力アップ。守備もちょっとアップ。で、戻ってきて、いいね、回復。うまい。ゴールでーす。うん、特殊能力もなかなか、ステージ3。111か、ステージ3にして。オール肩はちょっと違うから、一旦これ、はい、選手に合う。はい。内野安打、いいね、一番打者の能力がもう備わってきた、どんどん。ほい。で、肩アップ、はい。2、あれ。どうしようかな。あっちか。ちょっと一旦待ってもいいでしょう。様々に輝く。青増えろ、増えた。よし、もう一回シャッフル。で、どこ行った？あー、そんな近くに来なくていいんだよな。こう行こう。よいしょ。おい。総力アップで。1、2。で、こう行ってこうか。アイテムカード。守備強化。で、戻ってきて、オール総力。オッケー。一応、作戦通りじゃ作戦通り。ある程度は。回復。増えた。よし、いいぞ。肩アップ。はい、そして、無理してでも回復。はい。いいね。これ痛いけど我慢。ほい。偉人伝。初級マルチ、あ、めっちゃ一番バッターに適した能力。ここまで来るとなるともういよいよだな。ほい。よし！素晴らしい大回復引きだね、今のは。で、これで、よいしょと。わー、なんだこれ。いいね。ちょっとこれ、そしたら、俺、もう一周してもいいよな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いけるでしょ。いっちゃおう。はい。一気に取っちゃう、ここ、総力。で、ゴールと。オッケー、ステージ3、ちょっと無理した。でも、それ無理してもいいと思うんだよな、今のは。ステージ4。弾道来たー。よし、あっさり帰ろう。いいねー、総力超人伝。オールミートはできる？無理しない、いいや、帰ろう。ステージ5にかける、これで。よかった、全然回復しなかったから、今のは。さあ、ラスト、行きましょう。ステージ5。宝箱もあると。うわ、嫌な、シャッフル。する気はないのか？だな、しよう、もういいや。うん、しょうがない。いや、おー、でもそんなに遠く行かなかった。重いのか。めっちゃ回復するし、いいね。肩強化、もういいや。うん。荒かった。どうしよう。オールパワーは違うと思うんだよね。だから、無視で。オール総力もいい加減いいかなっていう感じはするんですよ、ちょっと。お、いいね、ミート超人ね。はい。てか、これ、なんか下手になんか、入れ替えはいらないな。そんな気がする。野球マンもまだ来てないから、ちょっとそれにかけましょう。カネンさんは。ほい。よし！最高！プロ入りカード。これ来るとだいぶちげえ。そしたら、ちょっと行っちゃおうかな、前。カネンさん、ものにして、あ、今、オール。あー、まあ、いっか。はい。回復。オールミートはありだったな。逆にここでオール、ガチオール総力にして、マックスまで上げるのも手だよね。そうしよっかなぁ。もうなんかこの特殊能力はそういう風に見立てた方がいい気がしてきた。うん。あー、待てよ。焦っちゃダメだ。いいや、他の能力上げよう。F はちょっと見栄えが悪すぎる。
あ、宝箱、いいとこに来た。はい、そして、これ宝箱取っちゃうよと。肩超人念、肩、いいね。で、さあ、フルだな。よいしょ。で、最後1で、これで賭け同様、金縛り意味はない。まあ、でもまあまあまあ、一応、うん、ちょっとミート重いのか低いけど、でもまあ、面白い選手ですよね、普通に。ほい。滑り込みプロ入り。うん。な、本当にコメントで書いてあった、バントマルと、選球眼持ちっていうのを再現できたので、僕はありだと思うんですよね。まあ、それじゃ、確かにパワー補給が低いっていうのは、言おうと思えば言えるんですけど、確かにおっしゃる通りで。でもまあ、これはこれでありなんじゃないのっていう感じで、完成いたしましょう。ほい。番号ゴジャです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。それでは1年間回してみて、どんな成績になるのか見ていきましょう。打率3割4分5厘3本20打点2盗塁ということで、打率いいね。まあ、規定打数には届かなかったんですけど、だいぶ。その代わり結構やってくれましたね。うん、いいんじゃない？なかなかこうちょっと期待ができそうな。意外とでも3本ホームラン打ってんだよな。パワー F でも、弾道2でも。うん。ということで、得点圏打率は3割1分8厘。まあ、普通ぐらい？そうっすね。まあまあ、でも、やっぱり、打率、いいとこ行ってるっていうことは間違いなく、ねえ、やっぱり、効いてんだろうな。この一番バッター特有のね、能力。まあ、内野安打とかね、選球眼、チャンスメーカーとか、いろいろ、なかなか面白い能力がたくさんつきまして、僕としては結構一番バッターとしてこれから伸びてくれるんじゃないかなと。まあ、課題はパワー、まあ、守備だろうね。念のため見ておこうか。大丈夫かな。ちょっと不安なんだけど。あ、意外とでも、うん。なかったね、エラーはそんな回数。よかったよかった。ということで、気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。リクエストする場合、まず動画概要欄をご覧ください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。